ちは。すごい。ボンジュー、こんにちは。一人前食堂のまいです。本日はテイストフランスマガジンのミックス&マッチチャレンジに参加するためにフランスに来ました。日本の食材はなんとなく当てれそうな気がするんですけど、フランスの食材はちょっと自信がないので、頑張って近いとこまで当てたいと思います。緊張してきます。でもすごいいい匂いが。おお。もうこの段階で華やか難しい。でもこう 目で見た時になんかこうラディッシュというか、なんか大根。いただきます。うん、食べて余計分かんなくなっちゃった。美味しい。カニか多分魚介のなんかちょっとピクルス漬けというか何かに漬けたものが入ってるんですけど、日本のものでは絶対なくて、多分フランスの何か絶対日本にはないものが入ってるんですけど、当てれませんでした。なのでギブアップ。確かに酸味というか、なんか甘酸っぱいのが入ってて美味しかったね、美味しかったよ。それはちょっと当てれないです。お、お肉大好きです。いただきます。うん、お肉はフランスのかな、なんか日本の和牛とはまた違う美味しさですね。でもなんかちょっと食べやすい、日本人にも食べやすいソースなんで、多分日本の何かしら調味料が入ってると思うんですけど、あーポン酢、でも全然そんな、なんかフランスのとっても高級ソースかと思ったら、あのポン酢ですか。こういうお肉だとさっぱりしててずっと食べれますね。マルシー、すごい美味しかったです。おー、チーズの香りがすごい強くて、なんか美味しそう。こんな大きいチーズ食べたことがないね。ん、なんかこの緑のやつが日本の食材のような気がします。多分日本食材のごま、あとフランスの食材は多分チーズすごい美味しいんで、私の好きなカマンベールチーズかなと思うんですけど、違うかったら恥ずかしいです。あ、でも確かに言われてみればちょっと異素感したんですよね。チーズの美味しさでちょっと頭がいっぱいになっちゃいました。意外といけると思います。あのすごいナイスアイデアだと思います。それではお料理とワインのマッチングを挑戦したいと思います。すごく飲みやすくて甘くて、しっかりとした酸が、あの本当に酸が豊かで優しい、結構飲みやすいし甘くてしなやかなタンニンの味わいがします。すごい美味しい、どれも美味しいです。どのワインもどのお料理に合いそうな気がするんですけど、このベリー系の可愛らしいチャーミングなアロマが、なんかこのお肉の旨味をこう優しく包んでくれそうな気がするので、次この赤ワインがタンニンがしなやかで、チーズが
そのこのクリーミーでミルキーな感じとこうしっかり調和してくれる気がするので、魚介の入ったこの前菜と合いそうな気がするので、結構自信があるんですけど、ここは本場のテイストフランスマガジンのソムリエさんのプロの意見を聞きたいと思います。あれ、絶対合ってると思ってたんですけど、でも言われてみればこの組み合わせで飲んだら最高だなと思ったんで、いやすごい納得しました。全然違うかった結構自信があったんですけど、今回テイストフランスマガジンのミックス&マッチチャレンジに参加して、憧れだったフランスのお料理をたっぷり堪能できて、このとっても素敵なお料理たちのレシピがテイストフランス .com の YouTube チャンネルでアップされるらしいので、ぜひそちらをチェックしてみてください。あとぜひ私のチャンネルの一人前食堂もぜひ見てみてください。